はい、皆さんこんにちは。創作折り紙作家のダーちゃんでございます。今回はこちらのポッテリクラゲを作りたいと思います。こちらの 7.5 センチの折り紙、色自由とハサミがあれば OK です。で、このようにお顔を描くとより可愛くなるんですけど、このお顔を描きたい場合はこのようにペンなどを用意してください。では今回も始めます。では折りたいと思います。こちら 7.5 センチ、こちらを三角に半分に折ります。開いて回転させて三角に半分に折ります。開きます。では上下の角を真ん中に合わせて折ります。ではこの角、こちらをこの折り筋のここに合わせるようにして折ります。はい、こんな感じで合わせます。で、開いて回転させてこちらの角を先ほど折った折り筋に合わせるように折ります。では裏返します。こちらの折り筋をつまみ持って縁にして真ん中のこの折り筋に合わせるように寄せながら折ります。段折りです。はい、こちらも同じようにつまんで縁を作ってここの折り筋に合わせて寄せるように折ります。ではひっくり返します。こちらの縁をこのように三角に下に向けて折るんですけど、直角にここが折るときにここで引っかかるのでここで折ります。で、こちらも同じように同じだいたいこれと同じ大きさになるように折ります。はい、では開いてこちらもこのように開いてここの折り筋のこの縁に合わせるようにここを折り目をつけながら寄せるようにしてこのように潰し折ります。はい、こうなります。ではこちらも同じようにします。はい、ではちょっと一旦裏返しますね。そしたらこちらが短い方になってると思います。で、こちら幅がこのね広い方、この長さが広い方、こちらを上にしてからもう一度ひっくり返します。で、この上の角をこのように1センチちょっとで折ります。だいたいこの幅とこの幅が同じになれば OK です。で、ここの角もちょっと折ります。このように。では、こちらの角も少し直角に折ってから、ここの角もこのようにまっすぐ折ります。ちょっと細かいです。で、このこちらの角も少し折ります。こちらも同じように折ります。ではこちらの縁をここの縁に合わせるようにこのように折ります。で、こちらも同じように折ります。
ではハサミを使ってこのここの角とこの角の真ん中あたりをこのように切ります。ここの幅まで、ここのね縁の幅まで切ります。でこちらも同じように切ります。ではこの真ん中だけをちょっと一回開きます。はい、ではちょっとひっくり返しますね。そしたら今度はこの角、ここのねちょうどここの付け根からこのように斜めに折ります。でこちらも同じように斜めに折って三つ折りみたいにします。たらこんな感じになってます。はい、はい、これで出来上がりです。お顔を描きたい人はこのように顔を描きましょう。お目目とちょっと口はこんな感じで書いて、よいしょ、ちょっと、ほっぺも、このように書いて、ホワイトマーカーを持っている人は、このように、目に光沢を入れると、より可愛くなります。ちょっと今回はシールを使ってないんですけど、丸シールでも OK です。はい。よかったら作ってみてください。ではまた、お会いしましょう。バイバーイ。